日連続目ぐらいです収録花3日連続で打ってますということは花東海の方に行くんですか。東海すぐそこ300番ぐらいで何も取れんくて花打ったらすっげー当たってすっげー飲まれてあー楽しかったっつって俺全然絶対やってないですよ。なんであんな客いいんすかね。ジャグラーとかマジでクソだってひどいなと思って300来る内容じゃないし夕方5時過ぎてアイム満台みたいな意味が分かるまあ打てたら打ちたいなと思うんです。僕個人的にはすっげえ面白いと思ってましたけどね。辛いとかそういうのはどうでもいいですよ。こうせって打てばいいんで、はいはい、あおえちょっと待ってちょっと待った誘惑が花火の構成って打つかこれちょだまないんだよもうどうしよう花火打つか花火ばっか打ってるもんねこのとこね。ああちょっと10分悩ましてここは悩もう石井さんと相談だ。てって一番の人とお話をしておりました。何を打とうかというお話でございました。すごく悩んでらっしゃいましたが花火に行くそうです、私ゲッターマウスかハドボールでやりました。ゲッターマウスか花火か非常に迷っております。あーこの台ですよ。この台が癖の悪いクソ花火、そして隣に今日から遠景にやってまいりましたゲッターマウス。これ悩むよね僕ね。まだね小文字出したことないんですよ。どっちが面白いのかねっていう話なんですけど今日しか叶わないからねリベンジは絶対。ほらゲッターマウスとかハードボイルドはあの店長に次設定入れといてって言えばいいだけだ785からやります。決めました。花火にしたよね、もういいと思う。それが私の生きる道というわけでやっていきたいと思います。いつも通りだからね一つも面白くないと思うよ。僕はもう今日出すことしか考えてない。でもなんかこう花火が半分ぐらいにこう入らなくなることが万が一あるとすれば今日あたりは天気な気もするんだよね。うん、円形のラインナップがゲッタマスで変わったりとかあとはそのアイムがガツッと入ってしかももうすでに設定が使われているそうだってこととかそういうのも込みでハードボイルドは打ちたいけど単純に面白いっていうだけで別に設定期待して打つことになるかどうか微妙なのでいいでしょう今日はね。はい、前回この台が僕が結構負けた後もズブズブだったんだですって後で聞いたら3000枚ぐらい前になってたらしいですよ。間違いないのに多分中はすごいよね。だからね今日はその態度を構成させようと思って触れたんじゃないの。おい触れてねえし前回おそらく5で死んだんで6に上がってるといいなとかっていう気持ちが半分、いやここは5でリベンジしたいなって気持ちが半分ですね。あでもこの間あれだな、別現場で、6で負けたなじゃあ6でもね、それも兼ねて6でお願いします。いやなんかね出ないときは出ないっすよ。意外とノーマルなんてね意外とシンプルでボーナスが引けない日だったらもうそれだけでね負けちゃうんで簡単に。まあ、例えばねその AT 機とかであればどっかかりのチャンスゾーンの突破率は悪かったけど、チャンスゾーンによく入ったから5セットだったから勝てましたとか、まあ、いろんな他のもので補ったりするところがあるけどノーマルはもうボーナスだけだから、まあ、コイン持ちはもちろんあるんだけどコイン持ちの場合は勝てましたにつながるんじゃなくて負けませんでしたにつながるだけなんで。また今日も当たらねえぜ。まあまだ慌てる時間じゃない。260ゲームごとき
そういえばゲッターマウスこの間他の収録であのバラエティコーナーに設定入る店で打ってたんですよ。で何ゲームぐらい3000、4000近くかな打って、まあ、あの1対1で90分の1くらいで引き続けて、でも内容が悪そうな気がするからと思って、6以上に引いてるけど予想1って言ったら当たってましたよ。1でした。怖いよねあの台出るんだもん。お、ビタだな。おあれ。450枚使って361ゲームでレギュラーですね。ああとりあえず1回当たってくれた。よく出るね。ああ氷はボーナスだ。ああ当たった。ビッグよし、つながった。67ゲームかな。まあまあいいでしょう。しかしこう花火のこう打ち方もだいぶマンネリ化してきたから、なんかもっと楽しい打ち方はないもんかねとは思いますけどね。まあないよね。僕三連ドンちゃんの一番上をね、下段に押すこういう打ち方、これがねあんまり好きじゃなくてね、まあ、楽でいいんだけどね。まあ楽でいいんだけどねって言って氷こぼしちゃいそうだけど、ベベってやってね。まあまあ僕あの花々が本当に好きで、花が基本打ちたいのは本当なんですけど、花々がねまたこう一時みたいによく打つような元気な感じに戻ってほしいなとは思うんですけど、戻ってほしいなって思いつつもいつも花火ばっか打ってるんで、そこはちょっと申し訳ないんですけど、まあでもねさっき聞いたんですけど、ハッピージャグラーが入ったりアイムは増えたり、まあ、ジャグラーコーナーがどうやらこれから盛り上がっていくようなので、まあ、そうなったらねまた僕もハッピーも打ちますし、ハッピーはね今月だよね、今月末に初打ちするのかな。だから次回来た時にはあるはずだから打ってみてもいいかなと思いますね。まあ、これ新花火の稼働状況とかね、そのバーサスとかの出来栄えとかもその辺全てトータルで見てると、もう次の新花火とかバーサスはもうしばらく出てこらそうな気がどうしてもしちゃうんですけど、打ってほしいけどね、もう次は1で勝てなくてもいいよ本当に。技術介入要素もこんなに高くなくて、ね、その代わりちゃんとこうセット打たないと負けちゃうかもよっていうような仕様の方が設定も入りやすいしいいと思うんだけどね、まあ、僕は普段打ちからこうねどうせ1なんだよなと思いながら 102% あるからまあいいかっていうつもりで花火やバーサスを打ってることが普段からないから、あんまりそういう感覚になれない、わかんないんだけど、まあそのせいでねディスカップとかマッピーもほぼ打たないんだけど、楽しくないでしょそれで打っててもね、やっぱなんかマンネリ化するというか、設定に関してもこういろいろと思うところがありながらこうリールを眺めたりとか RT 中の外れをね眺めたりとかしないと、ミック中にしろ RT 中にしろこう外れがたくさん出たっていやいや1だからって思ってる辛さっていうのはきっとあると思うんだよね。まあ、そういう状況にならないためにもう下を辛くするっていうのは結構大事で、上をちゃんと出して下を辛くするってのもなかなかね設計上難しいと思うんですよ今は特に、まあ、設定 L とかはまあねともかくそういうことではなく 98% ぐらいでゲーム性にさえ絶対的自信があれば 98% でも動くと思うんですよね。で花火やバーサスならこうそこまでこういろいろチャレンジしなくてもねえきっとまた次も楽しく打ってもらえると思うから、そうしたらもうちょっと下げていいんじゃないかなって気するけれども、やっぱり怖いんですかね。
辛いっつって稼働なくなるのか、オールに設定入れてもらえなくなるのか。まあね、多分その今のこうご時世でオールにね確率に設定もら使ってもらおうなんていう考えて台作る方が、まあ、ずれてるのかもしれないですよね。 だからもうどっちか下で甘く作るか、うちに喜んでもらうために、で、めちゃめちゃ辛いけど、一撃性があるように作るか、まあその二択なのかな。おお、当たった。全然当たんねえよって言おうと思ったら当たった。このレギュラーチェもね、本当にしょっちゅう打つ人間からするとやっぱりめんどくさい感じになりますもんね。失敗したら腹立つだけみたいなね、別にその難易度が高くないから、それ気になっちゃうところはあるもんな。花火の場合はバーサスの場合はまあやっぱ難易度が高いから、うまくできたとか、いやミスっちゃったなとか、そういうなんか一喜一憂がある気がするけど、花火の場合はね、あんまりそういうのがないから、またレギュラー引いた疲れるって思うだけだもんね。まあそれはあの目押しのそれ人それぞれのレベルによって変わるんでしょうけどもね。まあでも単純にね、消灯です、リーチ目です、遅れですっていうこのシンプルなゲーム性は僕は好きなんで飽きないし、うん、いいんですけどね。おお、当たった。おお、残り10枚。ナイスダンビック、ナイスダンビック。最近バラケメ見てねえなー。まあ5打つ機会が多いからだな、やっぱ。やっぱ5と6の間にやっぱ壁を感じますよ、今回のあの新花火も。やはり5号機のね頃も感じたし、なんなら4号機の頃も感じましたよ。ご飯落ちるけど6ではない。日常的に転がってる花火の高設定はやっぱ全部5でしたね、僕の周りはね。僕はだから5をいっぱい打ってたんだよね、4号機の頃から。いやそれは昔はね、5も開始10分で完結するからさ、背後ってなるからよかったけど、今はそうもいかないもんね。でも今の方が甘いからね。昔は1で 100% ちょい、フル技術介入ミスなし、氷もこぼさず、外しもミスらず、陸中の氷をこぼすっていうのがまあまああったんで、制御でそういうのもなしで。昔のね、4号機のリプレイ外しのね、花火のリプレイ外しは、あのこうリプレイ外しを成功させたと思いきや、実は内部的には氷をこぼしてるだけっていうようなパターンも、停止で見ると仕方によってはあり得たんですよ。中リールに上段に赤7を狙う、枠上とかに狙っちゃうと、氷の時に引き込まずに赤7上段止まって、この赤7氷リプレイリプレイみたいになって、で外したと思ったら氷でこぼしてましたみたいなことがあるっていう。懐かしいよな、あの外しも。別にそんなに難しくないんだけど、しっかりやんないと、第一停止でもよしをしっかりやんないと、まあ制御で氷がこぼれるっていう、引き込んでくれないみたいなのがあって、まあ気使ったもんですよ。でもまあ毎日打つその花火で、毎日リプラ外しをね、20回も30回もビッグ分やるわけだから、いかにまあ早くこなせるかというか、スピードでこなせるかっていうのは、鍛えてましたね。右を適当落ちしてる間に中リールを見て、いやその中リールをかつ正確に押す、でその停止形を瞬時に判断して、左をどうするか決める。で風鈴取るの一つ取っても適当しちゃダメだったんで、じゃあ何か狙わなきゃいけないんだけど、しかもその風鈴のテンパイしたテンパイラインによって左に狙う場所も変わるんで、目押し正確に
停止系判断っていうのをすごい早くやるみたいなね。ハズレがまた1回しか出なかった。40ゲームで2回。設定大丈夫ですかあれこれで当たった場合は1ゲーム連のあれになるのかね。うん、まあ当たらなかったんだけどね。飲まれますね。なんとかちょっとつないでたけど、最初のレギュラーから。ああ、分かんないぞ。当たった。7ではない。レギュラー。はあ、おっと、り首の皮一枚つなげましたけど。お、ドット。93ゲームレギュラー。テロリンはまあまあなりますよね。さあ、なんか本当ギリギリでつながってくれてありがたいです。ありがたいじゃないよ、ビッグ2回しか当たってないのに1000ゲームは以上はして。そういうのありがたいとか言ってっから勝てねえんだよ。ありがたいっす。今見てきたんですけど、アイムがすげえ良さそうでしたよ。アイムが正解だったかもしれない。でも逆にアイムはすげえいいと、こっちがちょっと今回は下げられてるとかないかな。大丈夫、ちょっと怖いです。あ、まだね、1000ゲーム経ったけど、あの別にユニメも見てないんで、見たところでですよ。どんな数字並んだってやめないんでしょっていうとこじゃないですか。まだだったらまあ見ないでね、打ってる方が楽しいかなと。そうだ、すっかり忘れてましたけど、あのカチカチ君があの一新されまして、私このユニバーサルキャラクタークラシックっていうやつになったんですよ。ユニバの歴代キャラがすげえいっぱい映ってるんですけど、で裏もねこんな感じで、これと同時にあのサミーのやつも出て、そのキリン柄のやつなんですけど、あの両方ガイドワークスから出てますんで、10月に発売されてますんで、ぜひお買い求めいただければと思いますよ。あとそれと同時にもう一つちょっとこう宣伝が、私のキャラクターのビックリマンシールみたいなの作ってもらったんですよ。これなんかタコソロのバーみたいなの持って、ユニバなら、おー、いつだ、戻した。これシール作ってもらったんで、あのぜひシールくださいって言ったらあげますんで、お声掛けいただければと思います。よろしくお願いします。さあ、ついにチョ玉尽きる、残機尽きるまで私は戦う寺あったね。尽きますよ、私は残機尽きるまで戦って帰りますかいやいや、そうはいかんでしょうよ。だからまあこの台がね、まあ小芋ち正直いいなと思ってますけど、この台ね、ユニオンをまだ見てないですけど、ユニオンを見て仮にですよ、全部数字が1だったところで続行するわけですよ。絶対それほどのこの花火に対する、この日のね花火に対する実績を、続けさせるだけの実績をカリブさんは作ってしまったので、はい、私はもうこの台をやるしかないんです。どんなに当たらかなかろうが。というわけで785枚かな、800枚あったと思う、800枚がなくなりました。たく、なんで500とか言ってんのよ。まあまあですよ、1500、1600ぐらい回して2-4でまだ打ってるとか、レギュラーも当たんないもん。いやー、どうなんだろう。そっか、向こうの台も当たってねえのか。下げたあるかな、あるかもしんねえな、これ。いやー、これはちょっとな、大丈夫かな。ちょっと見てみるか。もう1700回したからね。
見たところでって気はするけど、風鈴 A15.0、 風鈴 B15.6、 ホーリー51、花火チャレンジ中 5.6、 斜め揃いは11.6分の1。はぁはぁって感じですわからん、1とこの間だ、2ぐらいだ。まあやるか。ね、見てもやっぱやるかってなるんだ。見る意味はない。いやー、帰るうちに会ってんな。ふざけんなよ。もう設定がどうこうとか関係ねえよ。もう当たれよ。なんで700ハマってんのよ。向こうで800ハマってる人もいるのに。おう、くー、あったあった、チェリーで当たった。725、ドンカバケ。いい、ああ目押しミスってんのか。ああ、リプレイ。ああドンだ。スイカ、チョ玉全部と、9000円。こんないくら実績があるとはいえ、俺がこの台この確率でやめたら誰もやっぱ怖くてやれなそうな気もするよね。5%、 当たれよ。よし、たった34。レアインド出たね、チェリーから。80ゲームで5回、少ないね。2連してくれてやったじゃないからね。もうもはやなんだよ、1940回して4の4って。すごいね本当に。なんか例えばその前回に1回だけだったらさ、なんとも思わないんだけど、こう2連続になるとね、氷も2連続前回は同じように、ね、出てなかった台が5、6確定したりしてたっていうんで間違いないと思うんだけど、今回どうなんだろうね。まあでもさっきも言ったけど、それでもこれまあやっぱあるんじゃないと思わされるほどの実績だったわけだよね。お、ダメ。レギュラーでもいいよ、揃って。あ、揃った。なんだそれ、なんなんだそれ。ちょっと見てこいよ。あ、見てきたんですけど、他の花火に当たってない人たち結構やめてますね。中身も悪かったのか。あ、僕もじゃあそう考えるとギリギリのとこまではやるにしてもちょっと考えてもいいかな。さあちょっと休憩いただいてたんですけど、まあ戻ってきても変化が、状況に変化ないというか、やれる台が空いてないんで、とりあえず打つしかないのかなっていうような気がしてます。ただまあさすがに飲まれたらちょっと考えようかな。はい、あら、あらららら、打ち上げて、え、当たったか。当たったよね。そうだよね。ああ、ミシュッ、あららら、遅かったって。まあいい、
頼むからドンビックでお願いします。ああおう、おい、やったよかった、休憩が流れ変えたか。まあでも今日のこれによって次回からは何の騎士を選ぶかまた幅が増えたんで、ちゃんとそこから真剣にこう向き合っていかなきゃいけないですね。はい、最後に申し訳ねえってぐらいで外れました。おお、びっくりした、こんなんで当たった。こういう変なのはビッグでお願いしますね。やった、84ゲーム。あんなんね、1ショートであれって確かにと思ったけど、うん、ダメだねいいいいいいよ、ありがとう、レンちゃんありがとうですよ。レンちゃんっていうのか、レンちゃんではないんだけど、レンちゃんか、レンちゃんだったとか言ってたらしれっとこうレギュラーチェーン外れ出たりしてねとかって思ったりもするけどさ。いやでももう厳しいかな、さすがに下もある前提で打つんだとしたらもうだいぶ悪いですね。まあもちろん過去にそういう数値でも何度もこう逆転してきてたけど、あんのかよっていうのあったけど、まあでもまあやっぱそっちのねパターンの方はよく覚えちゃってるから印象強いけど、一応そっちの方がレアな例なので、それも込みだとやっぱ悪い可能性も十分あるかなと思います。だからね、今日のこの前例が出た以上は、まあ、花火打つときは、まあ何台 ?5台?4台?1、2、3、4、5台中1台は最低でもあってくれるだろうけれども、今までのようにほぼほぼ当たりなんじゃねっていうような状況とは違うでしょうねっていうふうに思って打たなきゃいけない、まあ、そういうこともあるでしょうけど、その場合はラッキーだねっていう。おい、当たれよ。おい、当たった。107ゲームビッ中リールがビッターで押せてればビッグですけど、7ビッグですけど、おい、あれ、いやいやいや、ありがとう、やめてお願いします。ああまあ、しゃあない。63ゲーム。ピースさえ出ちゃえば、それで OK なんだけどな。まあ、それも出ないですね。おい、多分大丈夫だと思う。ほら、ああ、綺麗さっぱり飲まれて終わりそうですね。まあリベンジがさよならになった感じかもしれない。あら、何してんの。おー、ドットやめて。よし、ナイスビッグ。ふう、ちょっとあんま残りそうだ、少し。まあでも辛かったけど収穫はあったのかもしれないですよね。もうこういうパターンもある、立ち会いたくはなかったですけどね、はい、抽選で早番引いて花火に来て、あ、来ずにアイム行って
やっぱり花火だったなってなる方が後悔するんで、それよりは良かったかも。頼む。ワンチャンスいただきました。ビタロマット、そうだよね。まあまあいけてる。うそー、外れじゃん。どーん。はい、じゃあやめます。一応確認しとこうか、数字とかね。多分悪いよ。なんかどんどん風鈴で出なくなってきた気がするし、3396ゲーム、約3400ゲーム、ビッグ9回、レギュラー7回、風鈴 A なんと 16.1 でございます。ホーリガスさん 51.5 分の1、花火チャレンジ中の外れは 4.6 分の1、ゲーム中の外れは 14.4 分の1、風鈴斜め揃えだけよく分かんなくなった 10.4 分の1、はい、で、アルビ中1枚か9分の1という結果で、まあほぼ1ですかね。僕の左の台って位置的にいつも出れてるよね。それも学べました。はい、エンディングです。はい、というわけで実践の終了いたしました。最終的に流した枚数は298枚ということで、まあ大体300枚ぐらいですか。で投資が、使った785枚プラス、9000円なんで450枚なんで1235枚、なので、まあ、1000枚いかないぐらいですか、マイナスになってしまいました。まあ、当たんなかった割にはこんなもんで済んでよかったのかなという気がしますけれども、リベンジどころか同じ状況で多分打ててないですね。今回は多分下がってたと思います。でいよいよ花火が下がったということはどういったことだったかというと、まあ後で見返してみるとアイムが良かったんで、まあ、そっち側に寄せてたんだなっていう、まあね、あのジャグラが増大されてますん で、まあ、それを素直に捉えるんであれば次回以降ハッピージャグラーとか入ってくると思いますんで、そしたら、まあ、次回はそこを狙うのが正解なのかなっていうふうには今はとりあえず考えてます。あ、でも違うこと言っといた方が他の人みんなそっち行ってくれるかもしれない。なわけないよ。負けてる人に言うことなんか聞くかって話だよね。はい、っていう感じではありますけれどもね、なのでまた次回以降ちょっと新たな展開で頑張っていきたいなというふうにも考えております。っていうことを話してたら次回花火全部じゃんってなったりとかしそうで怖いんですけど、まあまあまあそれ言ったらね、たらればのうちは分かんないんですけれども、まあでもあれですね、ある意味3度目の正直みたいなところありましたね。最後の最後に、まあ、落とし穴が来てしまって、チョダモンも壊滅しまして、今298枚、ね、流したんで、まあ、現金使って出た分ですけれども、その分で、次回以降もスタートしますけれども、なんとかね2000枚3000枚増やせるように頑張りたいんでね、しっかり積もって、で積もった時に出る、これが大事。もうね今回積もってないんで出なくてもいいんですけど、前回のようなことがないように、次回は積もってしっかり出したいと思いますんで、またご期待いただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。